ピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？スナピーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もフナピー島パトに行ってまいりました。島村大創業祭70周年でございますね。衝撃価格のスペシャル大セールでございますね。行ってまいりました。フナピーも今回はフナピーはテラさんのテラウェアエミのアイテムを衝撃価格で購入いたしました。それがこちらでございますね。袖フリルシャツでございます。商品情報はこちらでね。サイズ展開は MLLL、 はい、フナピーはもちろん LL でございます。カラーバリエーションはこちら泡茶に泡灰グレーでございますね。それから濃い黄緑のモスグリーンがございました。色は少しくすんだブラウンで、ネックラインはスタンダードカラーに、お袖にはギャザーが寄せられていて、ふわっとしたフリル袖がポイントでございます。ボタンはデザインの邪魔しない同色のボタンが7個ついております。前身頃の切り替えと後ろ身頃のヨークがカジュアルな感じもするので、カジュアルから切れ目まで幅広くコーデが楽しめそうでございます。今までの冬のアパレル商品の金額を考えると、こちら税込み990円はまさに衝撃でございます。はい、そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら袖フリルシャツでコーディネートしてみたいと思います。ボトムスはシーズンリーズンのジョガーパンツに黒のサンダルでモノマネコーデをしてみました。テラさんはワイドパンツで合わせていましたが、フナピーは細身のジョガーパンツで冷やせ効果を狙いました。今ブランジングをしているのでアウトにしてみたいと思います。はい、アウトにしたらこんな感じ。お袖のフリルがポイントのこのフリルは大きすぎず、肘がしっかり隠れる七分袖でございます。だから気になる二の腕もしっかりカバーし、フリルのこのフレアの袖口によってフナピーの手首も華奢見えいたします。生地はポリエステル 100% でシワになりにくいんですね。さっきブランジングしてインしていたんですけれども、今アウトにしていたらシワがもう全然寄っておりませんでしたね。こんな感じでね、シワが気にならないのは本当にいいと思いました。しかもさらっとした肌触りで、これから暑くなる季節でも着用できそうです。幅の広いフレアでちょっと脇がね見えるか見えないかっていった具合ですね。ストンと落ち感のある生地で透け感も気になりません。身幅はこのようにゆったりとしたサイズ感で、164センチのフナピーでぽっこりお腹はもちろん、ヒップもしっかり隠れる丈となっております。
だから安心して着用できます。また上のボタンを2つ外してこんな感じでね、抜け感を出せばよりお顔周りがすっきり見えます。はい、次行ってみましょう。ボトムスはデニムに、靴はエナメルのサンダルに、バッグはルムさんのスマホショルダーバッグで、この配色の色とトップスの色をリンクさせて持ってみました。カジュアルなデニムと合わせ、足元はヒールのサンダルで合わせればカジュアルになりすぎない、カジュアルと綺麗めのミックスコーデが出来上がります。はい、次行ってみましょう。ボトムスはシーズンディズンの巻き下丈のフレアスカートに、サンダルは去年購入したね、ムムさんのクロスサンダルで合わせてみました。スカートの色とリンクさせて着用するのをおすすめします。ホワイトのボトムスで合わせれば清潔感のある女性らしい印象になります。ブランジングしてウエストを高めの位置にすれば足長効果も期待できます。はい、次行ってみましょう。色のトーンを合わせたプリーツスカートとディアフルプチャヤさんのチェーンパンプスでグラデーションをつけたお出かけコーデに、差し色にはムムさんのこの緑のかぶせバッグを持ってみました。前だけブランジングして、後ろはねこんな風にヒップを隠してしまうのもよろしゅうございますね。これでフナピーのシマパトアンドコーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。マニキュアか赤線。乾いたかな。乾いたかな。はい。衝撃かかるの。かかるの。かかるのじゃないね。かかくのだね。はい。あ、間違えた。もう一回。すいません。もう一回。今までの冬のアパレル商品を。もう一回。今までのアパレル商品を、あらら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 らちゃ。ん？ん？合ってた。合ってましたね。ブランジングしてたんですもんね。はい。今、ブランジングして、中に入れていたのを、気がついた。ダメね。はい。そして生地も、今日なんか NG ないんじゃないですか。はい。うん。ありますか。ありますか。ありました。はい。はい。